ナトリウムランプ。ナトリウムランプ、オランダ語、英語は、ナトリウム蒸気中のアーク放電による発光を利用したランプのことで、ナトリウム灯とも呼ばれる。1932年、オランダのギレスホルストによって発明された同じ年に、高圧水銀灯もイギリスで発明されている。基本構造は、水銀灯と同様で、放電を行う発光管とこれを覆う外から、 なっていて、外観内部は真空となっている。これは、原理上、高温でナトリウム蒸気を加熱する必要から断熱性を高め、熱損失を少なくするためで、光の透過効率を上げ、電極や他の金属部の劣化を防ぐ効果も果たしている。電流電圧特性も同じ不特性、電流が上昇すると、寒電圧が低下し、過電流で破損するなので、 リアクタンスとなる安定期を必要とする。初期においては、発光成分がナトリウム原子の基線スペクトル D1000D1 589.6ナノメートルと D2 589.0ナノメートルのみで極端な単色光だったが、技術的な進展により現在では白熱電球に遜色ない光も得られるになっている。封入気圧により低圧、 高圧、高塩色高圧の3種類に分類されるほか、形状や特徴の異なる様々な製品が販売されている。最初に開発されたタイプであり、日本での略称は NX、三菱電機は SOX。ナトリウム蒸気圧は0.5パスカルと真空に近く、指導補助用に少量のネオンアルゴンが封入されている。 実用光源の中では最も発光効率が高く、120から 180LMW とされる。しかし色の見分けができないなど炎色性は皆無に近く、一般用途の照明には、不適なことから非常用照明のほか、主に道路やトンネルの照明などに用いられた。ただし、この用途ではむしろ透光色、遠くからはオレンジ色に見えるが、 近くからは黄色に見えるの単色光であることが、視認性向上などで有利となっている。低圧ナトリウムランプ用の安定器は、特殊なピーク深層回路を用いている。安定器の二次電圧が 300V を超えるため、NX35、320から 370V、NX180、590V、絶縁変圧器を用いるか、ランプ取り外し動機に、 電源入力が切れる様、ま、インターロック付けソケットを使用している。日本では特に国道、神奈川県、埼玉県、長野県などの道路に多かったが、最近では高圧ナトリウムランプが使われるようになり、トンネル以外で低圧ナトリウムランプを見かけることは少なくなっている。炎色性改善を図るため封入蒸気圧を大幅に引き上げたもので、略称は NH ナトリウムの蒸気圧は、消灯時13キロパスカル、約0.1気圧程度である。指導補助ガスとして、キセノンやペニングガス、ネオンアルゴンが使われる。専用安定器で点灯するものと水銀等安定器、一般型、低指導電流型で点灯できるものがある。水銀ランプや、メタルハライドランプと並び、HID 高気度放電ランプの一種で、 1960年にアメリカ GE 社で開発された高温高圧のナトリウム蒸気に耐えるため発光管には石英に変えて特殊なアルミナセラミックが使用されているナトリウムの蒸気圧すなわち濃度を上げることにより気線スペクトルが一旦吸収されるなどしてエネルギーが変化し発光スペクトルの波長域が広がり大々色がかった紅白色 低圧ナトリウムランプよりオレンジ色がかって見えるの光を放つようになる。炎色性は低圧ナトリウムランプより良好で効率重視型の場合、色温度 2050K、炎色指数 RA15 から25、低圧ナトリウムランプは RA なしで色の判別も可能になるが発光効率は100から 160LMW とやや低下する。それでも 水銀ランプと比較して、約2倍以上のランプ効率を持つため、高天井の工場、倉庫、スポーツ施設の照明に用いられるほか、近年では、道路の照明に広く使われている。また、ガス灯に近い、暖かな色の発酵から、屋外の一般照明、特に古い街並みの観光地などで好んで採用される、傾向があるほか、植物の育成用として、 メタルハライドランプと組み合わせて使用されている。炎色改善型は、発光管内のナトリウム蒸気圧を高めて、色温度 2150K、RA60 としたもので、効率重視型に比べて炎色性が良くなっている。また、蛍光水銀ランプ、ランプ効率 55LM、W、RA40 に比較して、炎色性、ランプ効率が高いので、 省電力と炎色性が同時に要求される場所に公的である。ランプ外観内部に指導ユニット、フィラメントとバイメタルや、グロースターター、点灯管と抵抗を内蔵し、ランプ自らが指導に必要なパルス電圧を発生させることで、経済的な水銀灯安定器、一般系、低指導電流系で点灯できるランプが多い。 NH180NH940 が各メーカーで発売されている100ワット以下の水銀筒安定期適合ランプはメーカーによって異なってる。また従来の指導ユニットに変えて電子スターターを内蔵したものもある岩崎電機 FEC36S エースなど。これら電子式指導機のランプは従来のランプに比べてパルス発生の移送、電圧が制御されており、 電極への負担が少なくなっている。また、ラジオなどに混入する雑音も少なくなっている。ランプ近くのラジオなどへの、パチン、パチン、指導起動さ、パルス発生、ブーン、放電開始の低減。さらに、蒸気圧を高く、約5倍し、炎色性を大幅に改善したもので、炎色指数は RA-85 になり、白熱電球に似た。 暖かい色の光を放つ。店舗の照明等に利用される。1981年実用化された。ナトリウムの D 線は大部分が吸収されるため、波長分布ではむしろ590ナノメートル付近の光が最も弱くなっている。発光効率はさらに低下するが、それでも白熱電灯の3から4倍はあるとされ、省エネルギー用途で使用されている。 各メーカーの専用安定器で点灯する。高彩度型と高円色型があり、安定器も異なっているので注意。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。